ここは日本、埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する才の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚神永大輔登山流尺八師範への道。こんにちは、フリーアナウンサーの帯渚です。マスター鷹山です。はい、ということで、はい、前回に引き続き、はい、尺八の本番を想定して、はい、今度発表があるので、そうなんです、音がかすれてしまった時のリカバリー方法みたいなのを、はい、今回も引き続きやっていきたいと思います。はい、ということで今日の心得はこちら、リラックスを極めるべし。ということで、尺八ってメンタルがもろ音に出るの、緊張しちゃったりすると、はい、もう音が震えちゃったり、うん、全く出なくなったり、うん、本番でそういうことも全然ありえます、はい、本番だけじゃなくて普段の練習でも、うん、あれなんか昨日調子良かったのに今日全然出ないなみたいな時ってあると思うんですね、はい、普段の練習だったらしばらく吹かないっていうのも、まあ、一つ手なんですよ。その間違った方向で頑張ってやっちゃうと、頑張れば頑張るほど力入っちゃうから、リラックスできないんだったら先生のところ行くまで吹かなくてもいいかもみたいな、もうそんな感じでもいいと思う。でも多分ね、1日2日経つと気分も変わってるから、うん、また出せるようになったりすると思うので、あとはいかに力を抜くかということが大事なので、寝ながら吹く練習したりとか、寝てると絶対に体に力が入るから、はい、その状態で吹くとこういう風になるんだっていうのを確認したりとか、まあ、そういうのも有効かなとは思うんだけれども、リラックスしようと思ってできるんだったら誰でもやってるわっていう、まあ、話だと思うんで、できんじゃんですよ。ちょっと具体的なね、テクニックを 2,3 個確認しておこうかなと思うんだけど、はい、まず帯ちゃんの尺八を見ていると結構こう指を上げちゃう、はあ、上げてます、上げてるし、グーって掴んでる感じがします、うんうんうん、グーって掴んじゃうのはでも上げるからなんだよね、はい、指が違うところにあるとよいしょって運んで、であれ穴どこだっけみたいな、はいはい、毎回それをやってるとそれだけで手に力が入っていっちゃうので、常に指は穴のすぐ上に置いておく、もういつでもいけるように控えておく、はい、まずこれが大事ですね。結構上げてた、はい、緊張すればするほどこうなっちゃうので、はい、なるべく近く、まあ、これを意識するだけでもだいぶ変わると思います、はい、あとは緊張するとどうしても胸のここからしか出なくなっちゃう、ふっ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 てなっちゃうから、はい、そうじゃなくてふーとリラックスした時の息を思い出してもらって、はい、僕もタバコ吸わないけど、タバコ吸う人だったら吸って吐く時の息とか、温泉入ってあーっていうため息のそういう息とか、いいですね、そういう感じで尺八をゆるくたっぷり長く吹くと気持ちのいい音が響いてくれるので、本番もゆるくたっぷり長くと意識です、はい、音が出なくなった時に焦って最初の息の勢いで、はい、尺八の音を出そうとして、うん、こういつもだったらふーって吹いてるはずなのに、頭のその強さに頼ってしまうのは最初だけそうすると音出るんで、ね、出ます、一瞬そこに届くから出るんだけど、でも一瞬しか出ないから次の瞬間かすれちゃう、しかもすぐ苦しくなっちゃう、うん、っていうことになるので、悪循環ですね。そう、悪循環がそこから生まれてくるので、あれあれあれで焦った時こそ緩やかに長く、これはすごく大事なことかなと思います、はい、いかにリラックスした息で指を離さずに吹けるか、ちょっとおさらいで確認していきましょう。はい、尺八、はい、ということで3日後に、はい、おじちゃんがホールで発表する予定の朝もやという曲、はい、ちょっと吹いてもらおうと思うんだけども、朝もやという曲ですね、尺八の教則本がとってもいい本になりまして、そうですね、はいはい、この両方に入っている曲、うんうん、朝もや一番最初の簡単な尺八二重奏曲、はい、もう帯ちゃんにはね簡単すぎる、簡単じゃないんですよ、すっごく素敵な曲で鷹山先生がね作曲されたんですよね。そうですね、うまく綺麗な曲なので上手に吹きたいんですけど、はい、もう今日はリハーサルということで、はい、尺八二重奏曲なので、はい、僕が第2パート、はい、帯ちゃんが第1パート、はい、いかにリラックスして吹けるか
っとこれを目標にやっていこうと思います、はい、でこう指も近くに置いて、そうそう、はい、じゃあお願いします。お願いします。よかったよかった。まあ本番も同じようにやれれば全然大丈夫です。一緒に演奏してるとやっぱり相手の音もあるから、はい、自分も頑張って吹かなきゃって思っちゃう時とかあると思うんだけど、そういう時もあんまり欲張らない、もうリラックスしてリラックスして今みたいにやれたら全然本番大丈夫。いや今みたいにできたらいいんですけどねまあちょっと当日もカメラ回そうと思うんで楽しみにしてます。はい、はい、ということで今日はここまで、お疲れ様でした。尺八。本番の今は余裕ないです、ね、余裕ないですか、余裕ない、余裕ないそわそわ尺八1帯なぎさ、尺八2曽川ともり、早川